はい、今回ですね、LINE の方でご質問いただいたので回答していきたいと思います。FX についてなんですけども、自動売買で詐欺かどうかを見極める方ってあるのでしょうか。よろしくお願いしますと。自動売買ですね、FX の。見極め方はないです。なぜないのかっていうと、ネット上に出てるものっていうのは、いくらでも加工ができます。まあ、加工ができないものもあるっちゃありますよ。でも、8割、9割加工できるんですよ。だから、加工できるものに対して、詐欺かどうか見極められるのって、無理なんですよ。無理じゃないですか。なんか、鑑定士だみたいな。何でも鑑定士だって。いや、鑑定士でも、無理じゃねみたいな。だって、触ってないし、だって、ネット上で見るものって、文字か画像か動画じゃないですか。じゃあ、この文字と画像と動画が修正できるんですよ。だからこの修正できるもので見極めるのって難しいじゃないですか。例えば、モナリザの絵をね、見極める。まあ、それはモナリザの絵だったらね、鑑定士だったら、見極められるかもしれないですけど、一般ピーポーがね、モナリザのそのレプリカと本物があったとして、もう、見極められます。プロでも難しいんじゃないかって話で。で、ネット上だと文章も画像も動画も全部修正できるんですよ。だから修正できるのなので、詐欺かどうかを見極め、だからモナリザのね、レプリカと本物を一般ピーポーが見極められますかという質問と一緒で、見極められます、一般ピーポーが。モナリザの高性能のレプリカと本物、一般ピーポーが。多分ね、見極められないと思うんですよね。それと一緒で見極める方法はないです。ないです。だからじゃあ何を見極めればいいのかっていうと、単純に、まず、僕のおすすめポイントは、その自動売買ソフトを販売してる人に電話して、何度、質問しまくる。どういう質問かっていうと、これはどういうふうに開発したのかとか、こういう相場の動き、これはどういう動きをするのか。じゃあ、そのどういう動きを、なぜそういうふうな動きをそれで入れたのかとか、とにかく質問しまくるってことです。自分が疑問が思ってることを、とにかくその、ツール、自動売買をした人、作った人に、もう質問攻めをすると。自分の問題点、自分が、ここどうなんだろうと思ってるのを質問する。電話でですね。で、もしくは直接会いに行って同じような質問をするってことです。で、なんでそれをやるのかっていうと、自動売買を結局作った人はその人じゃないですか。その人のを人を見極めるってことです。で、人を見極めて、もしそういう質問をね、自分が、疑問に思ってることがあるじゃないですか。これってどこなん、これってこういうなった時ツールどういう動きするんだろう。これって、なんでこういうふうな動きするんだろうっていう疑問に思ってることがあるはずだと思うんですよね。例えばじゃあセールセレターで書いてあるとこで、これってどうなのとかね。謳い文句でこれってどうなのとか、なんか疑問があるはずなんですね。その疑問を全部ぶつけてですよ。で、その開発した人が、いや、それはこういう理由でこういうふうに作りました。これはこういう理由でこう作りました。それはこういう理由でこうだ、作りました。なるほどな。あ、そういう理由なのか。ああ、いや、これツールすごいなって思ったら買えばいいと思います。で、もしそれで買って詐欺だったら、それは人を見極める力がなかったってことですよね。そこまで自分がね、悩んで質問しまくって質問しまくって腑に落ちたわけじゃないですか。この人の言ってることは正しいと思えたわけじゃないですか。直接話して、で、直接話してこの人の言ってることが正しいと思って買って、それでもしその人が詐欺だったら、それはツールが悪いんじゃなくて、自分が人を見極める力がなかったってことですよね。 OK ですか。だから僕がおすすめするのは、その販売してる人に直接会うがもう最強です。会って話を聞いて、いろいろ質問してみて、自分の悩み、問題点、それを聞いてみると。それが一番いいと思いますよ。それでダメだったら、それは自分の人を見る目がなかったということじゃないですか。だから、それはしょうがなくないですか。それはしょうがないですよね。で、話を聞いても、それでも不安だったら、何回もアプローチすればいいわけですよ。で、みんなでもね、これやんないんですよね。なんでやんないかっていうと、めんどくさいんですよ。人に直接直談判する、直接電話をするとか、直接会いに行くっていうことをめんどくさくて、セールスレターを見るだけで、みたいな判断をするんですよ。で、それで自分の多額なお金を失っていくわけなんですよ。じゃあ、その未来の損失を想定するとするならば、未来の損失を想定するとするならば、それやっといた方が良くないと。リスクヘッジとして、直接手間はかかると。手間はかかるけど、こっちの未来のリスクヘッジを考えた上で、この行動をした方が、少なくてもこっちのリスクっていうのは軽減できません？
もし、で、しかもそれをやった過程でこっちをもしマイナス食らったとするならば、自分が悪かったんだな。自分が直接ね、例えば、北海道まで会いに行ってね、北海道まで会いに行って、で、いろんな話を聞いて、それで自分が見る目がなかったんだなって、納得せざるを得ないじゃないですか。それは自分の目が悪かったんだなっていう。そこまでして。だから、本当に稼ぎたいんだったら、本当にそういうものを手にしたいんだったら、これはね、足で稼ぐが一番いいんですよ。マジで足で稼ぐが最強です。だってね、先ほど一番大前提として言った上で、ネットの情報っていうのは全て加工がほぼできます。加工ができないものの一部もあるっちゃありますよ。一部あるっちゃあるけれども、でも、やろうとなら全部できるか、加工できるで、できるでやればできんじゃないですか。すごい人もいますから。ネットのすごい人も。だから、加工しようと思えば全部できると思います。文字と画像と。だって、文字と画像と動画しかなくないですか。ネットの情報って。あと、音声。まあ、音声もね、嘘言えばいいだけなんで。だから、文字、音声、画像、動画、これ全部嘘も言えるし、修正できます。加工です。できます。だから、例えばテレビ CM とかの、なんだ、これ言っていいのかな？テレビ CM の なんやな、SK2 みたいな。SK2 も言っちゃってんな。SK2 の肌のあれじゃないですか。あ、全部加工してますからね。SK2 塗ってる肌の、ツヤ感、芸能人の方出てますけど、あれ、アドビで全部編集してますからね。アドビというアドビじゃないかな。まあ、聞いたことあるんですけど。全部編集してるんですよ。細かく。めっちゃいい感じに。まあ、わかりますよね。あと、テレビの CM 多分全部エキストラさんの、例えば、これ化粧とか、ブワーして、光ブワー当てて、で、光当てて、ブワー当てて、化粧して、ブワーってやって、綺麗な映像を撮って、なおかつその映像をまた編集するっていうね、荒 技ですよ。だそうやってるものを僕たちは見てるんですよ。SK2 みたあれを全部加工してますからね。じゃあ、あれ SK2 は詐欺なんですかって話してたんですけど。もうキリがないです、言い出したらキリがない。だから直接会いに行って直接やるっていう、それはもう将来のリスクヘッジを考えてやるべきです。これはもっと深く話すならば、孫正義さんですね。ソフトバンクの孫正義さんは高校生の時ね、藤田伝さんのところにね、ピンポンしに行ってるわけですよ。藤田伝さんみたいな、ピンポンみたいな、アポなしでピンポン行くわけですよ。藤田伝さんと。成功するためには何が必要ですか？ピンポンみたいな。断られるわけです。門前払いです。で、門前払いでも、ふ、あの、いや、藤田伝さんに聞くべきだと。今のもうすげえ、日本の中でも経営の神だと。マクドナルドをこんだけやべえ人だ。マクドナルドをね、当時日本にマクドナルドという文化がない中、ね、マクドナルド、ハンバーガーを食べるという文化がないこのご時世に、マクドナルドという文化を作った奇跡の男、藤田伝。こいつに聞かないとダメだと。で、門前払いしても聞きに行くわけですよ。で、それが面白い男の子いるぞって通してもらって、で、藤田伝さんにね、孫正義さんが聞くわけですよ。これからは何やればいいですか？もうこれからはね、コンピューターの時代だよと。ソフト、コンピューターだよと。あ、コンピューターの時代ですかと。なるほど。で、そこからね、それを聞いて、ね、孫正義さんの渡米をして、コンピューターの勉強、ソフトバンクっていうのを作るわけなんですよね。まあ、帰ってきて、まあ、今までその話はもう長くなんで終わりますけど、だからそれもしね、ソフトバンクの孫正義さんが、ね、聞きに行ってなかったら、多分その指針は現れてないと思いますよ。それは人を、多分ね、ソフトバンクの孫正義さんはその当時、人を見る目があったんでしょうね。人を見る目って、誰が見てもすげえなっていう人に会いに行ってるんですよ。だって、マクドナルド、本当にハンバーガーね、誰が食うねんって超反対されてたんですよ。ハンバーガー日本持ってくるときに。もう、全員、100人いたら100人がハンバーガー日本人が食うわけないと。そんな中、藤田伝さんがハンバーガーを持ってきて流行らしたんですよ。これ誰が見てもすごいですよね。もう100人いたら100人反対してる中、押し切ってハンバーガーを流行らしたわけですよ。これすごくないですか？全員ハンバーガー食わねえって言ってる中、ハンバーガー持ってきて流行らして、でも、ハンバーガー文化を作ったわけですよ。これは誰が見てもすごいですよね。しかも誰が見てもすごいんだけど、そのすごい人に会いに行くというね。そう。だから、この自動売買ソフトは誰が見てもすごいソフトなんですか、そもそもとして。
そもそも人として誰が見てもすごいソフトなのか。ですごいソフトだったとしても、インターネットの情報に、インターネット上のレターだけで判断するんだ。じゃあインターネットのね、情報、じゃあ誰がすごい、じゃあお客様の声、このツールはすごい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 、すごい、すごい、誰が見てもすごいだろう、レターね。まあその修正できますけど、それでも会いに行ってるわけですよ。わかります？大事なの、それでも会いに行ってるということです。誰が見てもすごいという人にそれでも会いに行ってるわけです、直接。だこれが大事なんじゃないかなと思いますよね。だから僕もいろんなお客さん見てますけど、結局ネットの情報で右往左往してるわけですよ。自分の将来ね、そこにかけ、まあ自動売買ソフトに将来をかける人は少ないと思いますけど、でも将来をかけるぐらいの、なんだ、自分の資金を投じるわけですから。僕もいろんなお客さん見てきましたけども、自分のね、全財産を失ったっていう人もいますよ。だからそのリスクヘッジを考えたら、会いに行くなんていうのはリスクですか？逆に会いに行かない方がリスクなんじゃないかなと思いますよね。だって例えばね、その自動売買ソフトが最初調子よくて、お、めっちゃ勝てるやんみたいな。で、あ、これ調子に乗って全財産入れるじゃないですか。溶けるじゃないですか。ああ、なくなったっていう。これ本当によくあるパーティーですからね。だからまあいろいろごたごた言いましたけど、会いに行きましょう。直接直談判して質問して攻めしましょう。でそれが、いやそういうのやってないんですって言ったら、僕は、あ、そうなんですかと、じゃあ検討しないっていう。あ、本物だ。そ、まあでもそれでも興味あるんだったら、ソフトバンクの孫正義さんみたいに、いやそれでも、いや気になってしゃあないと、とにかく話聞かせてくれと。それでも気になるんだったらさ、断る、門前払い。いやいや、僕はそういうの直接会うとか、有料ですと。いや、無料でやってないんです。そういうのやってないんです。まあ、それでも、無料で会わせてくれて交渉すると。それでも、もうピンも行く。住所教えてくださいと。行きます。あ、わかりました。住所教えてほしくて、ここで行きます。ご飯送るんで、なんとか。みたいな。なんか、それはネゴシエートしていくところですね。まあ、それぐらいやった方がいいんじゃないですか。だって、リスクありません？将来のリスクヘッジを考えるんだったら、それ最強のリスクヘッジだと思うんですよ。将来のリスクのことを前提として考えるんだったら、その行動、アクション、考え方が最強の僕はリスクヘッジだと思います。僕はいろんなお客さん見てますから、まあ本当に資金溶かして全財産失って借金っていう人もいっぱいいますから。それやっといた方が良くないですかというところですね。はい。ということで、いただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。